はい、めちゃこんばんは、ありがとうございます。あれです。サイレンですね。改めてやっていきます。よろしくお願いします。コメントもね、ありがとうございます。どうも、お賽銭なんですけど、お賽銭はね、お賽銭は、前のパートかどっかで見つけてないと、ね、そのお賽銭箱の鍵っていうのを見つけてないと、まあ、ダメらしいですね。でもそれがあってもなくても、まあどうでもよくて、一番大事なのは、まあまずこいつですね。この猟銃をどうやって避けるか。で、もう一つは拳銃持ちですね。あれをどうやって避けるかによるみたいなんですけど、ね、ともちゃん強いんで、一発は耐えます。大事なのは、そう、こいつじゃないんですね。まあ、まずとりあえずパトカーに乗ると、誰かうるさいですけど、まあ、とりあえず、新聞が入ってんのはダメなんだ。これですね。で、まずスイッチをいじると、まあ、どうなんだかわかんないんだよね。後ろに敵はいないんだよね。で、短日をどこでやり過ごすかっていうことをアドバイスいただいてなんで、おそらく、やり過ごせるんでしょ、どっかで。ここ当たんの今。ここまで来てるんで、まあ、今のでもう1分20秒でしょ？走ればどうにかなるんだろうけど、どこでやり過ごすかっていうのが一番大事らしいんで、まあね、まあどこに行けるかなんだよね。そこまでね、目が良くないんで、相手も。どこだっけ？これか。バツしとこうか。で、あっち向いたらとりあえずこっち向いて、っていうか、俺もよく引っかかるんだよね。かかっちゃうんで、見つかっちゃうんだけどさ、これもういいかな。ねえ、変なとこでさ引っかかって、ね、例えばこういうとこでね、リロードがね早すぎたら、猟銃、まあ、何でもそうなんだけど、猟銃ってこれ連射できるものなのかな。まああんまりそれを言うとね、なんだっけ、志村さんが疑惑のね連射になるし、ね、前回いた下平平、あれもね反則級になるわけなんですけど、あとこんなもんか。とりあえずこんなもんと、とりあえずばあちゃんをやり過ごし、ここで一周回る。まあ多分賽銭ばらまけば、まあ下を向いてね、やり過ごせるっていうのはなんとなくわかるんだけど、ここでどの辺まで言うんだ？結構大丈夫だよね。その結構大丈夫っていうのは、その、こう、これで完璧だよ。あ、ここでも当ててくるか。結構やるね。もうちょっと先に行っても大丈夫そうですね。中入って、この時点で、あ、エンジンじゃないや。この時点で時間は減ってないのかな？ 55 だから減ってないんだね。そうすると、こっちだよね、多分。で、そこ抜けるでしょ？ OK、抜けた。違う、俺の動きわからない。で、おしおし、やった、勝てるよ、これ。やったよ。まあ、なんとなくというか、まあ、ここしかないよねっていう動きだよね、どうしたって。このばあちゃん足早いんだけどさ。あ、危ねえ。息切れもね、まあ、ギリギリ
ちゃんとね、調節はされてるんだよね。何分？ 5 分だろ？やったぜ。宮田先生、遅いですね。無茶なところあるから、あの人。お姉ちゃん。びっくりだね、怖いね。なんだっけ牧師さんは完全になんか信託せえけど、撲殺おです姉ね。ちゃんの夢見てた。はい。お姉ちゃん？おばさんのうちの人？その子ね、みやちゃんっていうの。一人ぼっちだって言ったら、姉ちゃんになってくれたの。みやちゃんも寂しかったんだって。みやちゃんはいつも白いワンちゃんと一緒なんだよ。みやちゃんって？内緒なんだ、みやちゃんのこと。先生だけだよ、言ったの。約束なの。おばさんにも内緒にしてね。分かった、秘密のお友達なんだ。じゃあ先生はお母さんになってあげる、はるみちゃんの。まあ、最低限進めるのはいいですね。はるみの脱出。仮割りかな？テスト君を抜ける。おお、いきなりこの、すげえな、この視点。スタートがここ。仮割りは？あ、ここからの脱出か。どこに行くかはちょっとよくわからない。教会に行くのか、タボリ集落に行くか、もしくはこっち、原宿かな？原宿に行くか。かな。敵がどんなのが出てくるのかにもよるけど。まずはここの探索だ。ライターですね。来い。で、拾う。まあ、何に使うか。先生、何してるの？ライター拾ってんだよ。まあ、ライターなんか何に使うかわかんないけどな。少なからず、ね、これがあるんで、どうにかなるでしょう。あれ、俺最初何するっつった？ただ単に逃げればいいのかな？脱出っつったってな。まずはジャックだな。こいつと、こいつと、まあ女の子だね。はるみちゃんと、見えるのは、3人。1人来るよね。来るか？来ないのか。こいつを四角にして、一応はるみちゃんも三角にしようか。で、こいつがこいつをこいつして、で、もう一人くらい、これか。オッケーオッケー。これで三人ですか。でもこちらの方先面生、には、何してるの？いなさそうなんだけどね。まさか志村さん死んじゃうとは思わなかったんだよね。短筒持ちなのかな？わかんねえんだよな。とりあえず、方面としてはまず、タボリ集落に行ってみましょうか。行ってみましょうっていうか、まあ、方面としてはね。1人2人くらいか。立ち合わせしそうなのは。2人いるね。まあ、ぶっ飛ばせば、なんてことないでしょう。復活がどれだけ早いのかが気になる。あとは、ここはなんだ？これなんかありそう。火は灯せない。奥に抜ける。なんだ？
奥に抜けることができそうだ。立ち木を抜ける。抜け。抜けた。お、ここに行ける。ん？いてどうすんの？ちちる、ごめんごめんごめん。何かやれそうなことは？ないか。アイテム、なんかアイテムを、あれでも俺ろうそく持ってんじゃないの？べー。ろうそくがあるけど、ろうそくを立てて使うとかそういうことはさせてくれないようだ。いっぺんに鉢合わせしないようにさせ、あれ？橋がぶっ壊れてしまっている。これでは先に進むことができない。となると、一旦、方向を、やめよう、翻して、原宿に行ってみようか。原宿から北っぽいけどね。一応行けるところは、行ってみよう。よし、行くぜ。とっとと行こう。道はあるけど、まあ、来た道を少しずつ探索していけばいいよね。時間はたっぷりある。時間っていうか、制限時間がないっていうのは素晴らしいね。で、おまけに言うと、どうも、はるみちゃんあんまり体力ないですね。ちょっと体力ないのはきついね。それじゃあね、男子にモテないぜ。今、小学生でもね、モテを追求する時代らしいですからね。もう、アラサーついていけない。10万アラサーはついていけないよ、俺には。別に、男に媚びなくてもいいと思うんですけどね。人ではないか。ただライトか。この先にはどうやらいないですね。いるのはこちらの方面に一人二人いそうだけど、まあそんなことはどうでもいい。ここはどこだ？どこだか分かんねえんだよな。これがまた池には入れるけど、まあ入る必要は多分ないでしょう。むしろ入らないとダメ系か。敵がいると嫌なんだけどな。よいしょ。あ、よいしょ。ちょうど正面にいそうだけど、ここは登れる。引き上げる。ことはあそこで通れるんだ。ああ、そこにいるね。いるけど、残念ながらこれ段差なんでね、もう聖域完成してるからね。ね、お前そこ登るか。おーらよっと。敵の振りが早いんで、そこだけね、気をつければ大丈夫です。ね、格ゲーでは出ても負けないんで。そういえば最近よく将棋だっけ、囲碁だっけ、コンピューターと、ね、戦うっていうのずっとやってるけどさ、結構前から。ここどこだ。登ってるからこっちの方行ってんのかな。向いてる方面としてはここを向いてるらしいから行けるのかな。まあ、真っすぐ行ってみようね。敵が復活しても困るんで。これ最初にミヤちゃんとさ、ここ登れないんだ。ミヤちゃんと誰だっけ、須田くんが通ったところだよね。ここ登ることかなわぬ。ぶっ壊してるから行けるよね。あ、タボリ集落方面へ向かう。ちょっと待ってね。どこ通ったの俺。リセット。リセットは L1R1。ほい。で、タボリに向かうんだから、ここに向かう。俺は今どこを通ったんだ？須田くんが鍵ぶっ壊した場所だよね、ここ。でもそれがどこだかわからない。タボリに向かうってことは、ちょうど今、一方通行じゃなくて通行止めのところのちょうど真下にいるのかな。わかんないけど、進むしかねえな。改めてジャック。お、アホが今俺を追ってきている。迎え撃った方がいいか、先に。
ては来ない。オッケー。追ってこないならいいです。はいはい。どこかな？ウィーウィーねえ、勝てると思ってんですかね、これ段差で。ほれ。あー、残念だな。残念だな。負けないんだ、俺。おら。あれだな、わさな、プロレスのリングから落とすようだな。おお、そしてワープ、怖いですね。降りられる？降りられる。よいしょ。これもマナー十字架なのかな？木組みの、そっと、え？読めねえ、即答場？仮に読み方が正しくても意味がわからない。一番怖いのは、拳銃持ちがいなければ、どうにでもなる。そして地図を見ると。どん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 降りていってるから、まあ、こういう場合はね、マップの端作戦で行こう。マップの端をね、歩いていけば、まあ、少なくとも自分がどこにいるかは大体わかるでしょう。見たことのあるというか、死人が見ていた景色に似ているね。あまりライトを照らしたくないんだよね、そうすると。今 俺たちはいたな。いたけど、おこえ、怖いんだよ、はるみちゃん。はるみ氏怖すぎですよ。ここは何でもないか。一旦休憩するか、じゃあ。ここはどこの辺に当たるんだ？わかんねえな。まあ、マップの端だからね、下を向いて、下を向いてというか下の方にいるのは確かなんだろうけど、まあいいぜ、行くぜ。このゲーム今年中に終わるかな。終了条件にいいよね。やっぱやるの、やってのけるのは相当、根元の腐った木がかろうじて立っている。ライターって何に使うんだ？こ折れないか、木。特に折れないか。走ると折れるとかあんのかな。こいつがちょっと気になる。ちょうどなんか山みたいなのを隔てているから、あ、もう結構近くでいるよね。もう俺たぼりに行く必要があるんだから、おそらくこいつですね。こいつとは一線交えそうな感じかな。もう一人もいるしね。敵が来る。どこから？とりあえず飽きそうにない敵が来たね。ちょうどここに来てるから、もうすぐですね。まあ、これがまた1分55秒以内とかだと、まあ大変なんだけど。ウィー、なぜ引いてるかっていうと、少しでもほら復活した時に追ってくる、まあ、距離を伸ばしたいっていう魂胆があります。さあ、とっとと逃げるぜ。草刈りと、こいつは多分大丈夫だな。気になるのはこいつかな。草刈りがどこにいるかがわからない。この先には敵がいそうか？あ、おり？これを運んでいくのね。ここに隠れて隙を見て逃げるのよ。はるみちゃんできるわね。先生は必ず後で行くから。あ、なるほど。やるのか、戦うのか。大きな音で仕事の注意を引く。大きな音を聞くような車か。ドアは錆びついていかない。運転席の窓が開いている。こっちじゃないか。よしよしよし、
乗る乗る、うん、手を伸ばせばクラクション届く。仕方ない、鳴らすしかない。後先は考えるな、やれ。おいおい、その後その後どうすんだ俺、その後どうすんの、逃げんの。くそ、後先考えないとは言ったけど、ちょっとちょっとちょっと、もっと鳴らし続けないといけないのかな、これ思いっきりズリズリズリって引きずり出せたな。どこからだ、最初からか。サボリ方面へ向かう。ちょっと待って、ここどこ、ここどこ、ここが飽きそうにないから、ここからばあちゃん、はるみちゃんさん待ってってあるんだっけ。あ、すでに待っている。オッケー、待ってろよ。でババアをおびき寄せる。来ねえな、ババアが来ないと。まあイベントが進むから大丈夫かな。配置は多分リセットされるのだろうか。問題は大きな音を立てて、大きな音をまず立てる。戦闘すればいいのかな。とりあえずクラクションを鳴らす。はい、ピッピッピッピー。うん。で、さらに鳴らすわけではないのか。おら、バカどもめ。で、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 これ一周して、もう一回こっちに来ればいいのかな。あ、ダメだ。あ、そして俺も胸ぐられている。画面外で殴られている。飛んだバグが出たもんだ。これの第二条件も難しそうだな。あ、おいで。何をすればいいんだ？戦うにしても多分勝てないよね。2対1だと多分無理だから、大きな音を立てないで、あ、無理だ。とりあえずクラクション鳴らす。鳴らしてさらに叫ぶ。ガガガガ、あ、だめだめだめだ、強い。やっぱ一周ですね。一周してぐるっと回って走っていって、でいいのかな。このアンドン、あ、ろうそくをアンドン灯す。ともした。おそらくこのアンドンかな、アンドンの ABCD をすべてともすとかが第二条件な気がする。今やっちゃってもいいけど、外れたら困るし、録画時間がわりかし来てるので、今回はこれをうまいことクリアするっていうのを目標にしよう。これちゃんとやらないとダメなのがめんどくさいな。もう見えてんだからさ、やってほしいよね。で、ブエブエってやって、このね、ちょうどね、足が遅くなってんのも、なかなかですよね。頑張れ頑張れ。間に合わない。何かやり方があるのか。
さらに何か大きな音があるのか？トラック以外で。トラック以外、じゃあ地図開こう。リアカーがあって、トラックがあるでしょ？それ以外には、廃車でしょ？これが廃車で。ん？これこっちが廃車か。これは給油車か。他に物があるとは思えないんで、突っ込んでってやっぱ殴られる必要があるのかな？それともこのゲームが2体同時に攻撃ができる設定がなんかあんのかな？で、もうちょっと調べる、ぶつかんじゃねえ。何もないってことは、ギリギリで叫べばいいのかな。なんだろう、普通に走っていけばいいんだと思うんだけどな。今さらアンドンのろうそくが、アンドンだっけ、灯籠だよね。さっきずっとアンドン言ってたけどさ、灯籠をなんとかしないことには、いや関係ないね、灯籠がね光ってようがどうだろうが。でこれを一周じゃダメなのかな。このコースだと殴られないよね。殴られる。マップの端かな。それとも無理やり抜けていくのか。もうここはカットしないぜ。ただどうすればいいかだな。叫ぶ。大きな音で注意を引き、たるみを救う。ここで待っていると、もう一人はそっちに行っちゃうんだよね、どうしても。で叫ばないんだよね、近くにいると。うりーって言わないんだよ。うりーって言わないので、言わないってことはどうすんだ、抜ける、どう抜けるんだ。やれることってそんなにないはずないね、ここに来て。レイコちゃんの足が遅くなっている。から逃げるのは難しいし、逃げると間に合わなくなる。ということは、あ、突っ込むの？あ、待って、これじゃ今全然ダメだったよね。今のなんか不具合だった気がするけど、俺があのね、イベントムービー飛ばしすぎてバグった感があるけど、ここで鳴らして突っ込むと怒られるのかい？鳴らす。あ、捕まってる。そうなると俺が突っ込んでいくとダメなんだね。突っ込むとね、はるみちゃんを襲う死人が何かを察してリアカーを調べてしまうと。
いう結論でいいのかな。となるとどうしてもまずはクラクションを鳴らす。鳴らして鳴らしてちょっと待つんだよね敵が。もう鳴らさないんだよね。もう鳴らさないんだから。もう鳴らさない。なんだろう、全然わかんねえ。普通に今鳴らさなくてと大丈夫だったな。ここですり抜けることができるのか。マップ上を見て無理だよね。こいつらがもしかしたら一撃でやれない。2撃だよね。3撃も分かってるね。でも今見た感じ戦ったらはるみちゃんの発見が完全に遅れていた気がするんだよね。となると2対1で戦うってこと。俺がこんなバールで拳銃でもあればなって思ったんだけど、あ、ぶつかんじゃねえ、ぶつかんじゃねえ。あ、ここはゆっくりやればいいか。で、突っ込みすぎるとダメなんで、足の速いに2撃つか、まとめて攻撃することはどうもできない。あー、でも突っ返させることはあーできるんだな。となると逃げるとはるみちゃんが捕まる、無理に突っ込んでもはるみちゃんが捕まる。戦うしかないんだ。なるほど。まあ俺向けこの遠山玲子さんっていうのは結構戦闘狂なのか、戦闘狂というか戦闘を強いてくるんだね。わざわざこの女性のね、この弱いキャラで戦わせようとするこの制作陣、なかなか強いてくるな。となるといい感じに戦える場所というのが、まあ、ここですね多分。出待ちを狙う、まあ、もしくは OK どくんだよ。ダメだ。どうすんだ。倒しきれていなかったのか、それとも倒す、もう一つ考えられることは、クラクションが鳴らせないのは敵に見つかっているから、そういうことは今できないくなる処理が施されていて、敵を2体ぶっ飛ばせばもう一度鳴らすことができて、またそうするともう一人ね、あの敵を引きつけることができるという考えでもいいのかな。ほらよっと、いっぱい引いて、あ、一撃が重いで、 OKOK 大丈夫で、もう一回でもそうするともう一度、あ、鳴らせないで、復活するのが早いんだけど、二度やっつけるっていう必要があるのか。まずい、早い、振りが早い、危ない危ない。ん？はるみちゃんが見つからない。
けど俺は一生戦い続けている。俺はどうすればいい？見つかった。ダメだ、わからん。